はい、どうもこんにちは、カリパイです。前回ね、までのところで投稿した、鳥の音問題に関する動画なんですけども、本当にね、多くのコメントいただき、ありがとうございました。もうね、そのコメントのね、内容を読むとですね、皆さんがね、いかにこう鳥に関してね、いろいろとね、困ってたっていうか、同じようにね、みんな悩んでるんだなってことがすごくよくわかりました。で、前回の動画でも言ったんですけども、なかなかですね、これっていうね、なんか決め手がないなっていう、もっとね、突き詰めていけば何か答えが見つかりそうな気もするんですけども、まあ一旦ね、鳥と共存していこうという、そういう方向性でね、ゲームをやっていきたいと思います。はい。で、今回はですね、こちらですね。はい、これもいつの間にか、本当いつの間にかだと思うんですけども、動物たちがね、かなり増えました。まあ、特にね、この鳥ですね、このクルッカー。これがね、まあ、なんやかんやと頑張って、捕まえまくってですね、今これ、どんぐらいいるのかな？ちょっと数がもうわかんないんですけど、多分10匹ぐらいはいるんじゃないか。1、2、3、4、5、6、7。そうですね、10匹というか10羽以上は多分いると思います。それでですね、こちらのね、この動物たちのこの場所を今回ですね、引っ越ししようかなと考えています。で、その引っ越し先なんですが、はい、こちらですね、この上方ね、ここにね、新たに動物たちの生活スペースをね、ここに作っていこうと。まあせっかくこのね、まあ、下にはですね、はい、こんな風ですね、果物畑があるんですけども、まあこの上のスペースをね、ちょっと有効に活用しようかなということと、あとですね、まあこの今ね、動物たちがいるこのスペースをね、ちょっとここをですね、撤去した後にまたね、少し大掛かりに、この真ん中のこの部分をですね、ちょっと改装しようかなということで、まずはね、この動物たちの場所をこちらに移すということを今回やっていきたいと思います。はい、それでですね、まずは、スプリンクラーをね、同じようにここに設置していくんですけども、スプリンクラーのですね、水をね、こっちからね、こっちのこの水タンクから、まあ、引っ張ってきてですね。ここですね。ここをですね、上にずっと伸ばして、屋上へつなぐと。そんな感じでね、やっていこうかなと。はい、これですね。ここにこう伸ばしていくイメージで。はい、こんな感じですね。で、スプリンクラーをですね、どうしよっかな。1、2。3マスですね。3マス、3×3 なので、まあ、ここは1列開けて、ここですかね。ここの、この3マス。はい。で、草地をこういう感じですね。はい、こんな感じでね、スプリンクラー1つに対して、このね、草地を9マスっていうふうでいきましょうか。はいはいはい、こんな感じですね。で、もう1つ。よし、まあ、あとはですね、向こうからね、スプリンクラーを運んできて、ここへつなぐと。でですね、こう真ん中をね、ここ通路にして、反対側にもね、ずらーっと並べましょうかね。よし、じゃあ、まずはですね、動物たちをね、ここに運んでくるためにですね、先にちょっとまず囲いを作っておきますか。はい、とりあえずね、一旦ね、囲いをね、作ったので、一度ここにね、すべての動物たちを運び入れて、
で、その後ですね、向こうのね、場所を撤去したいと思います。はい、というわけでね、結構大変でした。一応ね、すべてのね、動物たちをこっちに運び終えました。いやー、結構大変だったな。じゃあですね、この下のね、ところをね、撤収したいと思います。ですが、ちょっと暗いのでね、一旦寝ましょうかね。はい、こんな感じでね、綺麗さっぱりここの撤去がね、完了しました。すっきりしましたね。いやー、こんなに広かったとは、このスペースが。はい、じゃあね、早速ちょっとね、上に行ってね、上の作業を進めましょう。よし、 OK。 じゃあですね、水パイプをね、どうしよっかな。あー、こっちの方が近くていいっすね。こっちにしましょうか。これで、水パイプはね、つながりましたね。じゃあバッテリーを置いていき、まあバッテリー、そうだな。よし、オッケー。じゃあですね、どうしようかね。こっち側にとりあえずね、一旦鳥はこっちにしましょうかね。もうね、ほんとね、わずかな時間でももう卵をね、こんなに産み散らかしてくれるんでね、非常に助かりますね。まあ、この卵はね、料理の材料としても使えるんですけども、なんだったかな、なんかキノコオムレツとかもいいんですけど、まあ、自分はね、あれですね。あれですよ、何でしたっけ。これですね、これですね。バイオ燃料生成装置。あれに使ってますね。はい、まあこんな感じでしょうか。お、もう早い早い。卵ね、ガンガン産んでくれますからね。はい、ひとまずね、これで区画はいいんじゃないでしょうかね。真ん中にこう通路があってね。で、こっち側にはですね、ヤギとね、これ何でしたっけ、名前忘れましたけど。そしてこっち側がね、鳥ですね。まあ広くなったので、鳥はね、またもうちょっと捕まえてこようかなって感じです。はい、ですね、それでですね、あとは、まあこれね、まあ水は自動でいいんですけども、スプリンクラーのね、このバッテリーが結構多分消耗が激しいと思うので、このね、バッテリーの充電をすぐできるようにっていうことで、ここにですね、燃料用の、ね、パイプも引いてあります。なのでこの辺りにですね、ちょっとバッテリーステーションを作ろうかなと。よし、これでいいか。4つ、いいですね。よし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 。はい、でね、まあここで、バッテリーをね、すぐに交換できるという感じにしておきましょうですね。はい、こんな感じです。あとどうしよっかな。どうでしょうね。まあ殺風景といえば殺風景ですけど、何かここにね、柵をつけてもいいんですが、
囲のですね、フェンス。ただね、フェンスはここが張れないよな。まあいいか。はい、フェンスをね、つけてみました。まあこういうね、パイプのところはちょっとできないので、まあこれは仕方ないんですけどね。ちょっと雰囲気が出たんじゃないでしょうか。はい。あとそうですね、このスペースに、このスペースにですね、バイオ燃料生成装置を、これ行きましょうかね。まあじゃあね、とりあえずここにひとまずは箱を置いておいて、そうですね。蜂蜜をね、入れまして。そしてね、食べ物を入れていきますと。ココナッツは10個入りますね。まあね、なぜあのここにね、バイオ燃料の生成装置を置いたかっていうのは、まあここでね、卵をあの、大量に回収できるので、こうですね、こう卵をね、こう大量にですね、回収をして、で、その卵をね、ここにすぐに放り込むと。はいはいはい、こういう流れですね。で、ここでね、バイオフィール。バイオ燃料をガンガン作ってね、まあ、充電器であったりエンジンの、原料にしようということですね。あとはですね、この下がね、よいしょ、まあ、農場になっていますので、ここでね、収穫した、まあ、スイカとかね、パイナップルっていうこのね、この作物を今のね、上のですね、バイオ燃料の生成装置に、これもね、同じようにここで使えるので、まあ、こういう風でもね、いいかなと思います。まあ、もちろんね、スイカはもうこう、ガブガブ食べちゃってもね、いいんですけどね。はい、というわけでね、無事、動物たちのね、居住スペースの移動が完了しました。まあちょうどね、果物畑の屋上をね、有効活用するということで、こんな風にしてみました。以前のね、スペースよりもね、広くなったので、もう少しね、動物の数も増やせるんじゃないかなと思います。特にね、鳥の数をね、もうちょっと増やそうかなと。はい。で、こちらには、スプリンクラーをね、のバッテリーをすぐ交換できるように充電器もセットしてあります。そして、はい、もうできてますね。そうですね。バイオフィール。はい。いやー、なかなかね、見晴らしが良くて、いいですね。開放感があって。うん。どうですかね。はい。で、まあ、そのね、一方で、ここにね、大きくスペースが空きました。はい。そういえばね、ふとね、思ったんですけど、このね、自分のラフトのこのイカダをね、始めたときは、確かですね、この辺りがね、最初の4マスだったんじゃないかなと。まあ、あんまり記憶は定かじゃありませんけども、まあ、確かね、この辺が、まあ、元のね、イカダのマスだったような気がします。なんでね、そう思うとね、今はもうこんなにも、周りを取り囲むようにね、発展してきたな、ということですね。はい。で、この空いたスペースなんですが、今ね、こう立ってるこの高さ、この高さのね、床をね、ずーっともうここね、張っちゃって、こっちのね、居住スペースと同じ高さですね。この高さでずっと張って、まあ、この下の部分はね、まあ、倉庫の拡張をしようかなと。で、
ここでね、中庭みたいになってるところ、まあ板をね、ここからずーっと張った上にはですね、確か最初の方に作ったと思うんですけど、このね、開放的なキッチンっていうね、まあ自分的には結構これ使い勝手が良くて、こうね、こう料理をして、まあすぐにですね、ここに作ったものとか、まあ材料とか、こんな感じでね、これ入ってるんですけども、はい。このね、キッチンを、この真ん中のね、メインスペースに持ってきてですね、さらにね、まあ今のこの、スペースよりも、まあパワーアップしたものをね、真ん中にドーンと作ろうかなと思ってます。はい。まあこれはね、また近々動画にしてね、公開する予定なので、お楽しみにしておいてください。というわけでね、今回はこの上のスペース、ここですね。動物たちのお引っ越しということでした。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。